で行きます。こんにちは、TSN コーチの奥山です。ジャベリックスロー上達講座ということで、ジャベリックスロー上達に向けての様々な情報を皆さんにお届けしたいと思っています。第1弾の今回は、基本的な練習の進め方についてご紹介したいと思います。それではご覧ください。まずはじめに腕回しで肩関節をほぐしていきましょう。ジャベリックを持った状態で行っていきます。肩を支点にして大きく腕を回していきます。この時にはできるだけ垂直に腕が回せるように意識してください。前後に10回程度行っておくと良いと思います。腕を伸ばしたままで大きな動作で行いましょう。投げる腕だけではなく逆の腕も回しておくことでバランスが取れる状態になると思います。次に腰入れを行います。体の正面に両手でジャベを持って軽く反動をつけながら腕が頭上まで上がった時に腰を入れるようにブロック姿勢をとります。体全体で大きな動作で行っていきましょう。体がふらつかないようにブロック姿勢で止め切ることがポイントとなります。次に肩慣らしを兼ねてその場からの立ち投げを行います。投げる方向に対して正面を向きステップはせず上体の反動を使って投げてみましょう。体の動きとリリースタイミングの確認を行いながら数本投げておきます。次に足を踏み出しながらの投げを行います。一歩だけでも構いませんが映像のようにラストクロスの動きをイメージしながら3歩踏み出して投げてみましょう。最後のブロック姿勢を意識して数本投げます。徐々に強くしていくことがポイントです。次はラストクロスのステップを使って投げていきます。ここからの投げは全力で投げてみましょう。動作に勢いがあるので前足のブロックをしっかり行います。腕の位置やジャベの向きなどを一投ごとにチェックします。助走につなげるためにクロスステップでも投げてみましょう。最後は全助走から投げてみましょう。試合本番を想定して一投ごとにルーティンを確認することが大切です。また一投ごとのインターバルも本番同様に行いイメージの中でも確認と修正を行っていってください。
計測も行って毎回記録をチェックしていきましょう。じゃあ行きます。今回は以上です。練習頑張ってくださいね。第2弾からは各パートでの練習方法などをご紹介していきますよ。次回もお楽しみに。